しょう、まだ、ね、あうちまだ寝たい、ね、嘘、うん、ノゼルが鮮やか食欲をそそる、いそうだね、これまたいただきます、そう、うん、どうじゃ、いただきますね、これ、はい、うわ、ずしっと重いね、これ本当、うん、重い、うん、お、おお、おいしい、おいしい、うん、うん、すごい、甘い香りがちょっとしててとりあえず、一つをいって、ちょっとこっちもいただこうかなと思って僕がね、これでもね、ルイボスティーってね、うん、普通に何気なく飲んでたけど、うん、調べたら、うん、体にいいんだってよ、うん、いや、うん、何の紅茶なのかなって思ったら、うん、紅茶じゃないんだって、うんうん、なんかね、豆科の、うん、もうなんだっけ、うん、忘れた忘れた忘れた、うん、あんまり意味がないね、大体ね調べて満足するタイプなんだ、うん、でもね、うん、なんか美味しく感じるようになった、さらにどういいの、体に、え、なんかね、うん、若返り効果があるの、お、うん、ポリフェノールがね、含まれてるんだよね、うん、多く、うん、それ以上は聞かないで。すごい引き出したから、これ。これ前もでも買ったよね、うん、ほとんど僕の口には入らなかったような感じ。好きなのよ。うん。美味しい。うん。このおちょこの口に入りにくいの、これがね。どうか。うん、いける？まだ、まだ。じゃ行ってくるね。見て行ってきます。見てね。はい。じゃあ。気をつけてね。気をつけてね。
自家製梅酒自家製最高です。梅酒これ美味しいよね、本当に美味しいよね。すみません、ありがとうございます。お疲れ様です。いただきます。うわー、うん、美味しいいいですか、はい、いただきます。わ、美味しそう。美味しそうだね。これなんかつけるのはないんだね。うん、そのままどうぞ。おいしい。うん。あ、あれついてる。うん。うん。今日味噌。あ、おいしい。うん。最高。いいことさして。おいしいやろ。おいしい。うん。間違いないこれは。うん。うん。あ、しそがまたね。美味しいね。美味しい。うん。まだ半分も食べてないけどさ。うん。いつものあの聞いていいですか。おかわりありますか。小鉢みたいな。こちらは。あ、なんかなんジュレ。うん。久しぶりじゃんこれ。うん。美味しい。美味しい。思い出した、うん、美味しい。美味しいね。オクラがまたいいね、うん、ひんやりして美味しい、うんうん、口の中でドレッシングになるもんね、うんうん、みたいな。どうぞ、うん、美味しい。さすが季節の素材を入れていきますね。うん、あ、美味しい。うん、合う、これとメインと合う、うん、よかった。小鉢が本当、うん、最高。好きだもんね、ささみね、うんうん、揚げ物久しぶりだよ、でもね。そう、久しぶり、うん、手間かかるやろ、ごめんね、ありがとう。美味しいよね、揚げ物ってね。うん。見ちゃう。なんかね、うん、
おかわりがある喜びって感じ。なんか安心して食べられるね。キャベツもやっぱ合う。合う？うん。美味しい。美味しい。うん。ホッとするね。どんな食いしん坊ですかってね。おかわりいる？うん、とりあえず大丈夫まだ、うん、大丈夫。みーちゃんいる？おかわりいらない？みーちゃんいるね。このささみにジュレをかけるとすごい美味しい。本当？うん、これもまた合う？うんうんうん、味変でね。ごめんなさい、本当に勝手なことばっかり言って。ちょっと一回やってみると言う、騙されたと思って。だったね。もう一杯だけいただきます。はい、おかわりいる？いる。いるよね、それはね。じゃあちょっとすみません、耳がいつもさ、うん、耳が寝てるんで、やっぱり夏とか暑いよね、うん、ちょっとこういう風にしてにょーん。満足そうにしてるね、兄ちゃん。ねえ、眠たいね兄ちゃん。でもさ、この狭いところにこう入ってくるよね、ピチッとね、ピチッと。よし、ね、そういうところがね、みーちゃんはいいよね、かわいいよね。もっと言ってって感じ。